今見た2500年前に描いた絵がそのまま見れるところかもあります。例えばですね、すごくたくさんそういう装飾古墳という種類なんですけれども、その中でも代表的なものとして渋山古墳はい、熊本県にあるんですけど、この渋山古墳はすごく鮮やかですね。今行っても見れますし、中に当然入れるっていう、はい、中に入って、そこガラス越しで保存されてるんですけど、その古墳の中にちゃんと絵が描かれた当時のレプリカじゃなくて本物が見れるので、もうすごくタイムスリップできるというか、自分も古墳時代に来てる気持ちになれます。色も残ってるんですよ。